牽制で客を引こうとしてるダメな店が多いんだ。料理やって会員制ならビシッって言ったわけだ。お通しこそ、お通しこそ気合を入れろって。混ぜるときにこれこぼれるでしょ。お寿司屋さんはこっちを落としてこっちをする。お待たせしました。コースのお肉こちらタンからです。おお、あんざんまい。あれ、牛脂行かなくていいですか。あ、牛脂だ。いや、火のあれは分かるから。松坂、はい、ヒレのね、松坂の油でごまかそうってのはダメだけどな。でもまあまあ美味しくなるのは美味しくなるから。正解はじゃあ何なんですか。これ正解ですよ。正解松坂ですよね。正解正解。ごまかそうとはしてないですから。あ、いい。わ、美味しそう。でも焼きにくいな、この折りたたんでるのが。折りたたんでない方がいいな。開いてる方が。開いてね。いちいち焼く人がこれで開かなきゃいけなくなる。それがまたね、この楽しみもあるじゃないですか。コジュートみたいな、なんかすごい嫌な言い方しますね。三の神だぞ。三の神だぞ。三の神。普通に食べたいわけじゃないんだ。あ、いい。おー、まそうまそう。はい、あ、いいっていう。これもね、本当に淡白な味だから。まそう。焼き加減が。そう、ネギもあるんで。うん。うん、かなり塩つけてもいいぐらい。あ、でも。美味しいタンだよ。いやー、いい。おいしいタン。高級タン。あ、もう分かるんですか。黒毛のタンだ、黒タン。ねえ、はい、悪いタンじゃない、これ。この先なのにめっちゃ柔らかいですよ、これ。おいしい。うまい。あー、おいしいわ、これ。わー、これは、タン中。タン元に近いタン中っておっしゃってましたね。これはちょっと贅沢だよ。これはいい。いや、これはいい肉だね。この辺であまりこのタン出してるとこないでしょ。このレベルのタン出してるとこないんじゃないの。はい、これは高級タンですよ。ありがとうございます。すごい。会員だとこれ食べれるんですか。はい。これで大体おいくらぐらいとかってあるのかな。はい、コースでやらせていただいておりまして、本日お出しさせていただきますコースでお飲み物飲み放題をつけまして。飲み放題つけて、はい、今ならなんと1万円で。安っ。1人。えー、はい、お人。嘘、これ全部出るん。はい。えー、ジョーさん、間違い。え会員制だからさ、はい、2万円ぐらい取った方がお客さんは嬉しいはずだよ。 お客さんを引こうと思ってるけど、俺はそれは1万5000円とか2万円とか2万円でお店の方に力が出るようにした方がお皿もどんどん良くなるとか俺はそう思うけどね。でもまあ経営者じゃないから。すごい、1万円だったらまギリまだ僕もいけるかもしれないっていう。今この入り口で聞いちゃったけど、はい、松坂牛出てくるんだから。いや、ですよね。松坂牛の砂糖ブリアンが出てくるっていうのを聞いた瞬間に、それはお店の人があまりにも頑張りすぎて、俺はお互いに嬉しかった、お客さんもお店もみんな幸せになったっていうのを作る。お前何バカな顔してんだ。いや、美味しすぎて今。いや、だからそうなんだけど、俺は本当に今のこの食べた感じでいくと、1万5000円から2万円は、本当は東京の場所だったら3万円取っていいと思うんですよ。うざ、はい、レモンと、はい、2滴ぐらい垂らす。これはネギとかはどうですか。どう、まだネギはどうなのかな。いいか、まだいかず。このタンはネギいらないかも。美味しかったから。なるほど。タン中ですね。はい、タン中ですね。これもういいやつや。あ、うん、美味しい。おー、嬉しい。甘い。松坂牛の牛脂効いてる。香りが松坂牛だから。はい、おい、これ甘いこのメス牛の脂の香りがタンについちゃってるから。いや、美味しい。うわー、このタンもうまそうやな。これはちょっと値段聞いちゃったから、もうすごいですよね。あり得る、そんなの。いや、これすごい店だよ。値段はすごい高いっすよね。高いよ。でも2万円にした方がいいと思うんだけど。これは俺が言うとね、今炎上してるかもしれないけどね。でも俺はお店のことを考えたくなるんですよ。はいはいはい、そうですよね。
お、柔らかそう。あの、ね、包丁ちゃんと入れてるから、はい、結構な包丁入れてるので表面カリカリでめっちゃうまそうですね。ね、本当は硬いんですかこれ、包丁入れないと。いや、たんこんだけいいタンだったら、タン元だから、うん、油が多いのでそんなに硬くないと。やっちゃおうか、はい、三路人的の、三路人的にやるのはこうやってちょっとね、あの熱が入ったネギを、そうそうそう、うわうわうわ、あー、おいしそうだな、これ、これはうまいわ。あらら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 、来ましたね、あらららら、ネギも贅沢にたっぷりと。これ味ついてんの？これあのネギは。ネギには味ついてますよね。あ、はい、味ついてる。おいしい。うわー、やったー。ようこそ。ようこそ。タンがいい。松阪市のシャトーブリアを。いい。この入れ物がいい。これはいいね。これはジモンさん。これはいいんじゃないですか、ジモンさんも納得の。ちゃんと置いて、この変な、これを隠してるのか。いや、変なじゃない、高温注意はまあ大事ですから。ヒレの中でもいいところを、はい、まあ、これはこのステッキだっていうのもあるだろうけど、これ出るんですか。はい、このお席だからではなくて、あのど真ん中で普通にですよね、はい、だからジモンさんに別に忖度してないですよね、店側は。お、別にジモンさんだからじゃないですよ。してると思います。してないです。あの、ごく極厚切りなので中で火が入りきりませんので、はい、まずは上面下面にじっくり。え、ちょっと待ってください。え、このまま焼いていただいて、焼いて お店で焼くんですよ、あの後は。はい、あ、両面はここで焼いてくれっていう、そんで後で裏でちゃんと火を入れるってことなんだけど、本当は間違ってます。え、どういうことですか。一回見せて、内側で焼いて、あの頭の方で一回見せて、はい、で内側で焼いたものを最後にここで仕上げて食べてくださいっていうのは答えです。だから まずとりあえずは、はい、今回はお味噌のやり方でやります、はい、なんかこんなのもそういう焼肉屋で出ないでしょ。出ないですよ。すげえな、これまたここに置くとまたすごいですね、ボリューム。いやいや、しかも松阪町だから。いや、ね、これ普通あのちゃんとしたレストランって言ったらこれで8万円とか。おお、これだけで。これ今日じゃ三路人連れてきてよかったな、やっぱり。ねえ、いや今日はマジで納得いっちゃいます、ね。いやいや、お肉はだって俺松阪町好きなのはメス牛だから、いくらたくさん食べてもメス牛ってもたれにくいじゃない、うん、だからやっぱ俺はお肉は松阪町っていつも言うのは、うん、融点も低いし香りもあるし甘みもある、うまみもある、それを使ってるっていうことで金額が高くなりすぎて、やっぱり松阪の店ってやっぱり2万5000円から3万は取られるとこが多いから、ここはすごいな。やっぱり松阪食べるなら横浜元町中華街。うざ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 、マジだ。いやー、なんかもうすごい柔らかいのが分かる。はい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 、いや、ヒレ柔らかいよこれ。ねえ、いや、これはすごい。このドームでは焼けないんだよな。ほら、縮んできたでしょ、うん、厚みが、はい、水分が取れて、これちょっと返すと、うん、花火みたいにチャーッとなるよ、ほら、ほら、うわー、ほんと、あで、ある程度来たから、じゃあこれそろそろ銀紙、はい、これでもほとんど中で生ですよ、これ生、まあ、ほんとあれなんですよね、気持ち悪いんですよね、せっかくいい肉が。じゃあ最後にもう一回仕上げて、これで焼けばいいんだよ、はいはい、失礼いたします。お願いします。うざ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 、すいません、お待たせいたしました。おお、松阪市のシャトーブリアンをお持ちしました。あー、出来上がったんですか。出来上がった。あー、すごい。うわすごい。わさびすごい、あるやろ。じゃあ、先ほど擦っていただいた甘木の本わさびと同じわさびなんですけど、はい、はい、鬼おろしで擦ってまして、あー、あららしく、はい、これちょっと焼きたくなるの。ちょっと焼きたいですか。いや、はい、どう、お好みで、もう少し焼いていただいて。なるほど。香りつけた方がおいしいのかな。ウーロン茶、ちょっとそれを。わー、柔らかそう。うわうわうわ、松坂の、うわー、すごい立ってます、肉が。シャトーブリアン立つ肉だ、これは。うわー、すごい。これはすごいぞ。これやばいっすね。ちょっともうプリプリじゃないですか。おでもみんなこうやって取っていって。お、結構いきますね。だいぶ乗ってません、これ。いけるんじゃない、これ。マジですか。と醤油で
いただきます。おっ、うん、うんうん、おいしい。やっぱりさ、あの焼き方ではこの肉は焼けない。オーブンというかね、はい、低温で芯が赤いけど、はい、熱いっていうのが一番おいしいんですよ。赤くて普通の温度じゃダメなんですよね。熱くて茶色くなってないっていうのが、はい、一番おいしい焼き方だから。焼き方はちょっと向こうの方に炭のそういうのを遠赤のものを用意して、はい、ちょっとゆっくり火入れしてやったらおいしくなるからね。値段がさ、ちょっと合わないじゃないですかね。いや、本当、これは大丈夫なんですか。贅沢すぎるでしょう、これ。一応普段こちらは地下の刺激地っていう焼肉屋の離れとして営業させていただいてるものですから、家賃なんかそっちで完全にペイできてるもので、なんで食材に全力を注げるといいますか。これ見てる方もみんな会員になりたくてしょうがないんじゃないですか。これすごい。改めて会員になるのは刺激地に通わないと無理なんでしょ。で、そうですか。刺激地に問い合わせいただいて、そちらからご案内させていただこうと思います。うわうまそう。すごいわさび激盛り。これ全然辛くないね。これちゃんと油があるから。わさびは。今最高。うざ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 。お願いいたします。塩物のお肉をお持ちします。塩物今これから塩物、はい、結構食べましたよね。おお、すごくないこれ。すげえな。いや、ハラミはタレだよ。いや、それは人それぞれ違う。タレなんすか、ハラミは。うん、タレなんだけどね。これカットちっちゃいな。いや、さっきおっしゃってたじゃないですか、薄切りであえてね。いや、カットがちっちゃいな。あ、もういけんじゃないですか、これ。この薄さは。え？美味しそう。あ、もうこれパッといけやすいですね。いや、ハラミはちゃんとダメだから、絶対。ハラミってのはね、横隔膜内臓肉だから、はいはいはい、ちょっと欲焼きが美味しいんだけど、はいはい、薄いから少なっていうのがちょっとわからないんだよね。あ、僕にはね。あ、そういう焼き方で楽しむ肉じゃないと。そういう場所じゃない。あ、違う。ももとかあっちで。新しい食べ方ですね。新しい。違う違う。あ、美味しそう美味しそう。このぐらいだよ、このぐらいだよ。いい。これ何で食べる？君たちは。いいですか。ポン酢が美味しいじゃないですか。はっきり分かんない、これ塩じゃない。塩で食ってるんだから塩で食った方がいいでしょ。いや、でも塩でさっぱり食べてくれってことなんだろうと思う。はい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 。なんかちっちゃいから1個では美味しくない。もうちょっとダバッと食いたいから、ハラミはもうちょっと多分お酒飲みの大盤につまみ的なね。だってもっと前に出した方がいいな。薄切りハラミはよく分かんなかった。あ、でもこれと下がりはこれはかぶりつく感じ、ハラミっぽい食べ方。お、こ下がりはね、いいってね。でも、はい、どうだろう。え、どうだろう。タレの方が美味しいんじゃないかな。いやいや、これね、いいですね。いや、でも美味しそう、これも。これも結構肉厚な。まずくはないからこそそう思った。あ、料理長、来てみて。薄切りハラミが、はい、まずハラミの切り方が、はい、横断、ハラミってこう薄っぺらいこうなってるじゃないですか。はい、こう切りすぎてる。少し、目に沿うように。ちょっと麺を大きくして、はいはい、大判にして、1枚が美味しくなるようにした方が、はい、ハラミらしいジューシー感が出るから、こう裁断しちゃうと、はい、2枚ずつ食べないと美味しくない。なんかお寿司屋さんでも出す順序でイメージ変わったりしません？はい、それと同じように、あのサトウブリアンのあのうわーって、あの甘さとうまさとあれがあった、ヒレの柔らかさ感じた後にハラミ噛みしめろって言っても、なんかねちょっとね違ってくるんですよ。確かにって認めちゃう。あのタロサトウブリアンだったらこれもタレでいっちゃった方がいいし、はい、この後タレの濃いのがあるんだったらそれをまた違う風に食べた方がいいような気がするし、出す順番と味のあれがちょっと違うかもしれないなっていう三路神の意見です。なるほどなるほど。いや、これはちょっと確かに食べたい。でも三路神さん、1万ですよ。1万安い。1万でこれを塩で味したやつをタレにつけて食いたくなるわ。
これもう相当ほぐしてますね、自分さん。これいい感じ、いい感じ。これベストヨークですね。めっちゃ出る、すごいのがいっぱい出ますね。うわ来た、うわ来た、いい感じ。あ、ライスも今来ますから。このまま食べても美味しいんだよ。はいはいはい、はい、食べようか、はい。うん、あれ柔らかい、うん、ふわふわっと切れますね、うん、でもやっぱこれがやばい、はい、これタレですね、やっぱタレだ。うん、サガリはタレだね。やっぱサガリはタレですか。これじゃ一回そのまま、はい、塩で食って食うとなんか塩もうまい。もうタレで食ってごらん。これガッタレにつけて、はい、もっとしっかりと。いっていいですか。はいはいはい。これもうまい。うざ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 。これもステーキクラスなんだけど。これはもうこれザブトンでしょ、これ。本当のザブトンじゃないですか。もう。いい感じだ。これはやばい。これもやばそうですね。座布団。これは美味しいぜ。これはすごい。カット入りますか。これだって食べきれないじゃないですか。はいはい。食べて。あの三分の十つじゃないと。すごい。いいカットだ。ステーキの切り方だ。ね。あらららら。もうどんな美容師にもこんな切り方できないっていう。もう肉を切らしたら美容師より上だという。え？ジモンさん。すごい肉の美容師。いや来た。肉の美容師。いやもう早く切ってください。わーわーわー。これもやっぱりジモンさんタレですか。なんか俺ね、あの肉の味の持ち味見るとタレの方が美味しそうだけど。一応これさっぱり食べる、脂強いから、うん、レモン絞って食べたら美味しいとは思うよ。なるほど。これレモンだけで。うわっ、おう、どうですか、座布団。すごい、いやー、座布団すごいわ。最高。いいですか。いやー、座布団贅沢すぎる。こんなタレで、タレで、あ、こっちです。ポン酢いっちゃったよ。ポン酢食って、ポン酢食っちゃう。もう、ジモンさんも分かんなくなった。ポン酢合うわ。合うんや。まさかの産物。1万円はちょっとすごくない、これ、うん、これやばいです。ありがとうございます。タレ焼きのお肉がこちら、シンシンのタレ焼きです。シンシン、これちょっとしゃぶしゃぶみたいな、はい、あのごくごく薄切りでご用意させていただいておりまして、通常これぐらい薄く切ろうと思いますと、もう締めてみたり、で今日は冷凍してみたりとか、スライサー使うことが多いみたいなんですけども、今日僕朝から一生懸命切って切るぐらいまでちょっと薄く切らせていただいたんで、ちょっとこのまま焼いてしまうと焦げやすいので、はい、最初の1人前だけ私の方で焼かせていただきます。まずタレをかけさせていただいて、おお、ここにかけるんだ、ようこさん。おお、あ、濃い甘だれだね。そうです、はい、こちらの甘めのタレ。分かるじゃん、濃い、濃い甘だれじゃん、トロンとしてるじゃん。でこちらも本当に薄切りなので、少しタレにあえていただいて、2枚ほど重ねていただいたら、ちょっと笑いましょう。2枚重ねて、あ、ローリングしてんの。はい、おお、おお、このまま、あ、なるほど、おいしそう。こういう感じのわけだ。もともとは昔はユッケルとか牛刺しで使われてたような感じで、めちゃくちゃ美味しそう。これはでも巨生牛なんでしょ。こちらもメス牛で、あ、メス牛で、はい、今日出させていただいてるのは全てメス牛。あ、大変だね。こういうコースですから。あ、全部腹でもタンは違うでしょ。タンは巨生のはずだよ。もう終わったことはいいじゃないですか。いや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 、今嘘だったから。嘘だったから嘘だったから。いいやいいや、もうちょっとね、ここまで来たんですから。え、タンハラミは巨生だって。いただきます。あれ、シンシン、あ、うん、おう、うん、おう、おう、お、飯が、あ、もうご飯も行きましたよ。おいしいけど、うん、答えじゃない。まだどういうこと、まだ水球の余地はあるってことですか。うん、あるね。へー、なんだろう、うん、ローリングして中の肉は生で食べる感じになるわけ、うん、で、タレは濃いめであれなんだけど、これ溶ける肉でもないし、おだからこれガサッと焼きたいな俺は。うわ、ガッツリいくな。えぇ、ー、うわ、美味しい。でもこのタレも美味し
おお、一気に全部全部いっちゃう。三の陣。おらららららら。おお、はい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 。もうこれ一気に焼き方しますね。もうこれね、プルコギみたいに食いたいこれは。プルコギ、なんか牛丼みたいな。僕はね、僕はだよ。うん、贅沢だな。卵って卵では入れちゃう、まだあれか。実は卵を用意してます。おおおできるよ。できる。店長できる仕事が来てるんですよ。これはまさかの。あ、ちょっとお醤油も入ってる。はい、この後使う卵かけご飯に使う醤油。あ、そう。卵かけに使うんだけど、これをこれやった方が美味しいから。早いんだよ、お子さんはやっぱね。卵かけご飯にあれするんだったら、ちょっとこれかけた方がうまい。お、これをそのまま。え、レータンを。おお。レータンを。レータンを。で、ここにすき焼き風ですか。なるほど。あ、これはね、もううまそうだ。うまそう。あらららら、あらららら、ちょっと、あ、もう反則。あらららら、あ、うおうまい。いや、そうでしょ。おー、ご飯も、ご飯も持ってきました。こちらですね、お肉を少し乗っけさせていただいてるんですけども、こちらのお肉がコースの初めに出させていただいたユッケの周りの剥いた分です。おこれね、惜しいのはまず卵の選び方がちょっとまだ甘い。もうちょっとクッとこう最後に、うわー、何この卵、どこの卵ですかって言いたくなる卵を選んでください。ありますから、はい、あとご飯も、はい、頭に出したやつを最後まで出して、今日は出してるけど、はい、もう一回炊くみたいな。あー、TKG 用に、はい、ご飯を炊き直す。あー、この2、高めにするみたいな。2回ぐらいやると、この時また湯気が立ってるやつだと、はい、卵かけご飯ってご飯がね、ちょっとジャーで温まったぐらいのやつだと美味しくないんですよ。絶対の湯気が出て、この卵が火が入っちゃうんじゃないかってぐらいのやつがやっぱ美味しいから、ちょっと食してみてください。ちょっと、はい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 、これも何も、あ、そっか、もうこっちに入ってるんですね、醤油が入っております、はい、これはタレとか乗っけた方がいいんじゃないかな。いや、そうでもない。いや、少しお肉にも味付けをさせていただいてます。なんか、ね、最後に食べて美味しいかどうか食べて決めます。いただきます。そうです、食べてからです。そうですね、まずね、前にガタ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 言うさ、味は、うん、どうですか。うん、普通。最後に、いや黄身が薄すぎる。おー、じゃあ全あの自然の卵を使って、はい、白い卵もあるんですけど、こういうお肉屋さんってお肉濃いものを食べてるから、はいはいはい、コクがあった方が美味しいよね。ここのお店の価格から考えて70点。うん、ありがとうございます。お店70点ですね。高い。あ、今回70点。おー、高っ。めっちゃ。おお。1万円でこの量を食べれたらありえないじゃん。いや、ありえないですよね。この店長のこの謙虚な気持ちと、はい、この伸びしろを考えて、ボーナスで70点。腹いっぱいに食った。いや、ハラミはタレだよ。違うタレなんだけどね。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。